ジャハラー県の一ジャハラー県での夕暮れジャハラー県はクウェートの県である。日本語ではジャハラ州とも表記される。県とはジャハラー。元はクウェート県の一部だったが、1979年に西部が分割された。北東部のワルバ島とブビアン島も県域に含まれ、12,130平方キロメートルとクウェートの県では最大の面積を誇るが、 ほとんどは砂漠地帯であり人口は、県とのジャハラーが所在するペルシャ湾沿岸一帯に集中している。県内のキャンプドーハは、クウェート国内におけるアメリカ軍の最大の駐留拠点であるが、2005年に敷地の大半がクウェートへ返還された。クウェートクウェート国大使館、クウェート国情報省、日本クウェート協会、2000年、104ページ。ジョンツ。 サンドラ、アーミープレパリングツークローズキャンプドーハ、シフトオペレーションズツーアザークウイトベイシス、ミリタリードットコム、http コロンスラッシュスラッシュ www.military.com スラッシュ newco nt <ht> e n t スラッシュ0、13190、ss041105 ドーハ、00、html2006 年8月31日、閲覧、 ありがとうございます。